結局下塗りご覧のように一般的な方法を取ります。でこれ塗ったのは RLM グレーで、まあこれに一旦70どっちだもう分かんなくなってる。70で71だっけ、どっちだよ。71です。これで71で全体に塗っていきます。で、その上から迷彩を入れると、なんかここのテープがすぐペタってくっついちゃうな。全体にといっても、あの例の細拭きでチャカチャカと塗っていきますんで、で当然71のところはこれが仕上げ目になりますね。で70のところはこれが下塗りになるってことです。結局ね、あれですよ、70の下塗りをなんだっけ、なんか70の下塗りにね、隠れるところにこの塗り方が面倒くさかっただけなんですけどね、結果としてなんでこれに戻したかというと、やっぱりあれです、迷彩の境界がうまくいかないですね。迷彩の境界がどうしても下地が出てきちゃったんでやめました。広めに塗るとはいえ、どうも迷彩の境界部分が、まあ逃げちゃうっていうかね、弱くなっちゃう。まあこう今手をこう動かしてるじゃないですか、同じ方向ばっかりやってるとちょっとおかしな模様になるんで、もう花丸を描くぐらいの気持ちで、花丸ですね、よくできましたと。どの辺でとどめるかですよね。もうこの後なんだ、あれですよ、チョーキングは別途入れるんで白っぽくなるんですけどね、ある程度、まあ、その白っぽくなる部分を見越して濃いめに塗るか、あるいはもうここである程度もう白っぽくしちゃうか、またまたベタってのはあまり意味がないんで、ちょっとムラが気持ち残るかなっていう程度でやめときます。ちょっと僕はね、エアーツちょっと余力を残して、若干なんだ、レギュレーターの方の調整は高め、0.04 ぐらいかな。で、指で今、あまり押さないようにして。で、ニードルも結構下がってます。これぐらい引けるんで。
それをもうちょっと、もう指のわずかな調整で線の太さを調整しています。ちなみにこの感じでブワッと塗ってもいいかも。もうちょっとコントラスト、こう模様を細かくしたいのであれば、もうちょっとこの段階でこう、ちょっと今白が強いところに線を入れていくとか。じゃあ改めて気を取り直してマスキング、まあ迷彩のマスキングですね。こんな感じにしたいんですよ。こんな感じに。まあテープ貼るだけなんですけどね。でまあこういうとこは、どっちを貼るんだ今。こっちを貼るんだよね。こっちを。だからこういうとこは、こういうとこは直線のテープで、ここは角のテープになりますよね。で、まあ何のことはない、角から作っていけばいいんですよ。で、まっすぐ貼ってちゃえば。で、この三角、角のあるテープ、これはちょっともっと真ん中で、今の塗装図見ながら大体の角度、大体です。でこう切り出したら似てるかなというか、似てるかなでいいと思いますよ。でまあ今の場所にペトッと貼る。ここですか。ここにペトッと貼る。でこの直線がもうちょい、もうちょいこっちかな。まあ、パネルラインとかね、そういうのから判断しながら、この辺、ここ、そうすればあとこれまっすぐ貼るだけじゃないですか。その連続ですね。まあ、例えば角の分だけ先に貼っていっちゃうとかね、好きなように貼ればいいと思います。今ここ。この塗装図矛盾してるところあるんですよ。あの縦と横で合わなくなるところ、そこはもう想像力で貼っていくしかないので、延長がどこにあるかっていうのを見ながら、まあ今貼る時も、まあこの角度を出したのはこの主翼の後ろですね。もう若干外側だな。見越しながら、見越しっていうか、うん、見越し、まあ、この延長貼っとけば指定の位置に行くんで、あのあれと同じですよ。ビリヤードでビリヤードで、あの的玉を
こう当てに行く時と同じですよ。リアドやりますか。僕はちょっとやるんですけど、まあ、最近やってないですけどね。マイキューとかもありましたからね。ありましたからねって今も持ってるけどね。あの安いのが、高いのはね、なんか合わなかった。で、この後ろがまた面倒くさい形になって、よれないようにしたいんですよね。角の先っぽが曲がってるとかっこ悪いじゃないですか。ここがこうまっすぐ上がってるから、ここに角がある。図面に見えない角が時々あります。なんかな、なんて言うんだろう、テープ食い違いの部分ですね。多少出ても気にしてないです。あのいずれあのテープの端っこは多少あのほんの少し浮かせるんで、ボケを作るんで。こういう点になってるところね、まあ同系色なんで分かんないっちゃ分かんないだろうけれども、点になってるところが漏れちゃうんで、こういう細切れを重ねておくといいんではないでしょうか。こんな感じで、なとこかな。あとは直線で結んでいくだけですね。で、ここの部分ですよね。ここ。塗装図だと見えないんですけど、まあ多分フェアリングの上で切りかかって出てるような感じなんで、このフェアリングを隠すような両翼ともマスキングを ですね。で、グリーングリーンというところもあるんで、グリーングリーン、ん？ないのか。こっちが、ちょっと待てよ。あれです。先にやってみるか。ここがここから伸びてるのがフェアリング。いうことは、この今の発展この間、ここがフェアリング R がつくとこなんで、まあキットの方見ながら、このフェアリングの筋彫りを見ながら、大体の R
胴体側にかかってくるんで、そうするとやっぱりこうだな。ちょっと長さが足りないか。ちょっと末端で長さが足りなかったので、やっぱりちょっとソフトな感じですね、歯ブラシは。ちょっと回ってない部分も実はあるんですけど、まあ、それはまあチョーキングってことでごまかしちゃいます。やっぱり端の部分ですね、弱いのが。どうしてもあの塗り方だと中心が塗装面の真ん中ばかりに行っちゃうような。だからその部分を気をつけて塗ればもう少し良くなるのかなという感じもしますけど、まあチョーキングでごまかしちゃいます、この後。チョーキングと、あとウェザリングでなるかな、多少。やっぱり筆の方が重量感ありますよね。まあ、汚しが入ってるってのがあるんですけど、まあ、この後汚しを入れていってどうなるかなって感じです。まあ、ムラはこんなものかな。もうちょっとムラが出てもよかったかもしれない。マスキングはまあまあちゃんとできてますね。変なとこには回ってないです。